高校ラグビー思い一つ。3年連続花園出場の奈良県御所実業、部員97人のチームを率いるキャプテンは山本晴人君。実は彼、沖縄県の宮古島出身なんです。自然豊かな環境でのびのびと自由に育ったわんぱく少年。奈良に来て3年経った今も、どうなりました？この3年。あんまなれないです。もう20度あんま下回ることがないんで、一年中半袖ってことが多いと思います。島にはラグビー部がなく、中学時代はバスケットボール部に所属していました。そんな山本くんがわざわざ遠い御所を選んだきっかけは、中学3年生ぐらいの時に招待試合があって、御所実業さんと東海大仰星さんが沖縄遠征来てくれて、その時に試合見て、一人一人が前に出る意識、その主体性がやっぱその魅力的になって、ここで自分をプレーしたいと思ったんで、御所実業に決めました。山本くんが本格的にラグビーを始めたのは高校に入ってから。それでも憧れのチームでレギュラーをつかみ、今では大所帯を束ねるチームリーダーに。一人一人のレベルが高くて、一緒に切磋琢磨できる仲間が多いので、沖縄でラグビーしてるより、やっぱ御所実業でラグビーしてる方が自分の成長にもなってると思います。島を出て3年、最高の仲間と挑む集大成。山本くんが花園にかける思いとは。この花園に出るために御所実業さんでチャレンジさせてもらってるんで、人より前に出て、そのチームを鼓舞するようなプレーであったり、そのチームに余裕を配るような声かけをして、少しでも上に日本一に近づけるように頑張っていきたいです。ラグビー日本代表のオフィシャルスポンサーを務める三菱地所では、ラグビーの新しい魅力に出会える架空の街、丸の内15丁目プロジェクトを展開。その一環として開校した土縁大学では、ラグビー元日本代表広瀬俊明さんを学長に迎え、社会課題と向き合うさまざまな講義を無料で楽しむことができます。詳しくは丸の内15丁目プロジェクトで検索。三菱地所は高校ラグビーも応援しています。